お手軽プロ技レシピ。今日は長野市にあるリストランテフローリアのオーナーシェフで人気 YouTuber としても活躍されているシェフロピアでもある小林明文さんに教えていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、家庭で余りがちな食材を使ったメニューを作っていただきます。小林さん、使うのは、今日はですね、まあ、賞味期限が短めで余りがちな、まあ、牛乳とか卵の食パンを使って、料理を作っていこうと思います。まあ、パンなんか結構硬くなりやすいと思いますので、まあ、それを美味しく蘇らせていこうかなと思います。はい、楽しみにしております。まずは完成品です。こんがり濃厚カルボナーラパン。小林さん、美味しそうですね。そうですね、もうこれは牛乳、生クリーム、卵黄で作った卵液を、まあ、食パンにたっぷり染み込ましまして、で、焼いて、でベーコン、粉チーズと一緒に食べる、まあ、カルボナーラのパンバージョンなんですね。カルボナーラのパンバージョン、高人さん、どうですか？いやいや、美味しそうですね。うちなんかは結構賞味期限近くなってしまったパンとかって結構硬くなったりするじゃないですか。だからそれをちょっと今日楽しみにしてますね。どういう風にアレンジしてもらうのか。よく余ってしまう食材で作りますから、皆さんもお楽しみにしていてください。それではまずは材料をご覧いただきましょう。1人分の材料になります。食パン1枚、ベーコン 30g、 卵黄は卵1個分、牛乳 50cc、 生クリームも 50cc、 粉チーズ 30g、 黒胡椒は適量、オリーブオイル 20g ご使用ください。それでは小林さん、始めてまいりますが、まずは、はい、もうまずは、このボウルにですね、こちらが牛乳と、生クリームを1対1で割ったもの、 50cc ずつですね、はい、とそれから卵黄ですね、卵1個分です、はい、であとはこれをよく混ぜます。はい、はい、この混ぜていく際のコツなんていうのはあるんでしょうか？いや、もうここはね、しっかり混ぜていただければそれで大丈夫なので。なるほど。今回牛乳と生クリーム1対1ですけれども、まあ、もうちょっとあっさりした方がお好みでしたら、牛乳だけでも作ることできますので。なるほど。はい、で、この固くなったですね、食パンをこう浸していきます。卵液に食パンを浸していきますが、はい、ここまではこうフレンチトーストを作るような感覚ではありますよね。そうですね、砂糖が入ってないフレンチトーストみたいな感じですね、うん、今日は砂糖は使わずに、はい、後でチーズであったり黒胡椒を使って、カルボナーラ風にしていくということになりますね、はい、でこれパンに卵液浸していきますが、はい、パンは今回食パンを使いますけど、他のパンでもいけそうですか？そうですね、フランスパンとか割としっかりめの食感のパンの方が、なるほど、はい、もうこの卵液がしっかりこう吸いますので、まあ、美味しく仕上がると思います。食パンでももちろん美味しくできるということですね。そうですね、はい、で、パンをしっかり、結構ひたひたに、もうしっかり浸していただければと思います、うん、そしたらですね、フライパンの方にちょっと今温めておいたんですけれども、はい、オリーブオイルを敷きまして 20g です、はい、でベーコンを炒めていきます。ベーコンは 30g です、はい、いい音がしてきましたね。でこれ他の何かこういうお肉でもいいんでしょうか？もちろんそうですね、ハムとかでもいいですし、ウインナーなんかもいいですし、まあ、あとは鶏肉とか、まあ、そういったものでも大丈夫ですね。なるほど、はい、小林さん、何かこうフードロスの削減、そのためにやってらっしゃること、お店またはご自宅でありますか？はい、これ僕料理人になってからなんですけれども、料理人というか、まあ、厨房では割とそのタッパーに食材を詰めて、ガムテープとマジックで賞味期限書くんですよ、はい、あれを僕家でも実践してるんですけれども。なるほど、はい、あれだとガムテープピッとすぐ交換できますし、もう最初に何て言うんですかね、何日までに食べるっていうのを決めておいてしまうと結構削減できると思います。これ皆さん家庭でも簡単に取り組めそうなフードロスの削減ですね、はい、そうですね。 あっという間にベーコンがこんがり焼けてきて、はい、美味しそうになってきましたね。もうこんがりとですね、このぐらいになったら大丈夫なので、一度取り出します。はい、一度取り出すということです、はい、ベーコンです。いい色合いですね、本当にこんがりと焼き目がついて。そうですね、はい、取り出し終わりました。で続いて食パンを焼いていくんですが、ベーコンを炒めたフライパンをこのまま使うというのが今日のプロ技です。詳しくお願いします。はい、ですね、今ベーコンからしっかり旨味が出ましたので、
この旨味をこのパンに吸わしていきたいんですね。はい。なので、洗わずにこのベーコンを焼いたフライパンで、そのまま焼いていきます。ここも無駄なくで、さらに味が深みを増すということですね。そうですね。で、火加減はここはもう焦らず弱火で、じっくりじっくりと加熱していただきたいなと思います。はい、両面焼いていくんでしょうか。そうです。だいたい片面5分ずつぐらい、本当にゆっくりと、はい、焦らず火を入れてみてください。じっくり焼いていくということで、今日は事前に焼いておいたものがあります。はい、いかがでしょう、焼き具合。焼き具合、あ、こんがりといい色ですね。はい、まあ、お好みの焼き加減までこのように焼いていただきましたら、あとはフライパンじゃなくてお皿に盛り付けていきます。しっかりとこう食パンにベーコンの旨味がしみしみといった、しみしみです ねお皿に盛って完成も近そうです。はい、はい、で今日はですね、はい、カルボナーラ風ということで、うん、このお仕上げに粉チーズをしっかり振っていきます。結構たっぷり、もうここは結構たっぷりかけちゃって大丈夫ですね。でカルボナーラって炭焼き職人風というんですけれども、うん、このブラックペッパーを炭に見立てている料理ですね。なるほど、そういうことなんだ。はい、だから今日もブラックペッパーをしっかり振っていただいて、で先ほど、ソテーしたこのベーコンですね、これも添えていきます。とてもこう余った食材とは思えないですね。そうですね、もう簡単に作れるのでこれで完成です。こんがり濃厚カルボナーラパン完成です。牛乳、卵、食パンという余りがちな食材でおしゃれな料理の出来上がり、まさにカルボナーラのパンバージョンです。高戸さんのお手元に届きました。どうぞ高戸さん、お召し上がりください。いただきます。ああ、いい匂いする。美味しそう。うん、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 しみしみなのかな。うん、いや、しみしみ、ね、粉チーズもブラックペッパーも効いてるし。今日ご紹介したレシピと動画はですね、放送終了後、うん、番組ホームページで公開しますので、皆さんもぜひ余った食材使ってみながら作ってみてください。小林さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お願いいたします。